はい、こんにちは、かげまるです。大道さんの牛乳 20% でまろやかカフェラテ缶コーヒーの動画レポートになります。まず、原材料名の方なんですけれども、牛乳、砂糖、コーヒー、全粉乳、乳化剤、カゼイン NA、 全粉乳、合ってますかね、すいません。牛乳に 20% のまろやかなミルク感、ミルクと絶妙に調和した厳選コーヒーの香り立ち、味わいスペシャルなカフェラテですということです。カロリーの方なんですけれども、 100g あたり 42kcal ということです。それでは早速中身のチェックしてみたいと思います。はい、中身の方なんですが、そうですね、缶コーヒーにこちら書いてある通り、牛乳がやや多めの、そうですね、色合いとなっております。香りの方がいいということなので、ちょっと香りチェックしてみます。はい、そうですね、香りの方なんですけれども、まあまあいい香りがしてまいります。あの大道さんの独特のあのブレンドの匂いですよね、すごくしてくる次第です。それではお味の方チェックしてみたいと思います。これはまろやかですね、ものすごい。ですね、どれに近いかな、小岩井さんとはまたちょっと違う感じで、あの甘さ控えめで、コーヒーのあのコクと苦味はあのある程度残しながら、牛乳でかなりまろやかに仕上がっているという感じですね。絶妙なテイスティングで、ものすごいまろやかに美味しくいただけるコーヒーです。ちょっともう一回チェックしてみます。そうですね、美味しいです。グッとくるあのコーヒーの苦味とコクですよね。その後あの喉越しはミルクでまろやかにやや甘さ加えた感じで、美味しくいただけるテイストだと思います。かなりいいんじゃないでしょうか。カフェラテ大道さんのコーヒーです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。